皆さんこんにちは、スタイリストのりんかです。いつもご視聴いただきどうもありがとうございます。今回はプチプラニットを格上げする秋のスカーフの巻き方を5選ご紹介したいと思います。秋らしくなってニットの季節やってまいりましたよね。もちろんニットにアクセサリーをつけた着こなしっていうのも素敵なんですが、これから冬にかけてずっとニットって着るじゃないですか。そういう風になってくるとなんか飽きてきたり、ワンパターンになってきたりすることもありますよね。あと寒くなるとタートルニットをずっと着てて、いつも同じ雰囲気みたいになっちゃうなと思われる方もいらっしゃるかもしれません。そんな時に活躍するのがスカーフになります。スカーフは首に巻きますので保温効果もありますよね。シルク素材のスカーフですとより暖かさが増すと思います。それとともに小さく畳んでバッグに入れられるので持ち運びも便利です。あとスカーフの場合は室内で巻いたままの状態でいることができます。お仕事でも使えるのがスカーフです。今回使いましたスカーフは以前の動画でご紹介しましたH&M の正方形のスカーフになっています。こちらのものを使ってのアレンジになりますが、皆さんが一般的にお持ちのちょっと大判の90センチ四方のものでアレンジしていただいても大丈夫な巻き方になっています。80センチよりも、ね、ちょっと小さめですとアレンジ方法についてはちょっと難しいものも出てくるかもしれませんが、お手持ちのスカーフでぜひ試してみていただければ幸いです。私は普段個人向けのスタイリストとしてファッションのアドバイスとかショッピングの動向を行うとともに、ビジネスファッションの企業の研修をさせていただいております。こちらのりんかチャンネルでは40代以上の大人の女性に向けてきれいめなファッションの着こなし方についてご紹介しております。よろしければぜひチャンネル登録とベルの通知をお願いできると嬉しいです。それでは早速スカーフのアレンジ方法をご紹介してまいります。それではまずこういうふうに三角にスカーフを折ります。そしてこれを後ろ側に回していただいて、でこういう感じで後ろに交差させていただきます。そして右側ですね、右側をこういうふうに前に通していただいて、そしてこっちの左側、こちらもここのこの内側からこういうふうにこういう形でここに通していただくんですが、全部出すんではなくて輪を作っていただきます。そこの輪の部分にこちらの右側のものを通していただいて、そしてこういうふうにここに通して、そしてこの2つを結びます。こんな感じで1回結びでもいいですし、大きいスカーフだったら2回ぐらい結んでもいいですよね。小さいスカーフだったら1回だけになっちゃうと思うんですが、比較的1回だけ巻いたりしてもそんなに崩れることはないと思います。そしてこういうふうにここのね、三角が真ん中に来るように整えていただいて出来上がりです。横から見るとこういう感じ。こちらの巻き方ですと、もちろんクルーネックも大丈夫ですし、それから V ネックに巻いていただいて V を隠すようにしていただいてもいいですし、タートルネックの上から巻いていただいても大丈夫だと思います。それでは次はこういう形で折りたたんだ状態からスタートします。
首にかけていただいて、そして片側をちょっと短めに、そして片側を少し長めに、まあだいたいこれおへそぐらいの位置になっています。そしてこれを首に巻きつけます。でこういうふうに巻いて、肩結びどっち上でも大丈夫なので肩結びをしてください。こんな感じですね。ここにぴっちり巻くんではなくて、指ちょっと入るぐらい、2本ぐらいは入るぐらいにして、自分の首のちょうどいい感じに整えてください。そしてこういうふうに結んだ後、この長い方ですね、こちらの幅広の部分を少しこういうふうに広げてください。広げていただいた状態でこれを下から通します。こういうふうに内側から上に向かって通してもらって、こういうふうに広げます。出来上がりはこんな感じになります。後ろはもうすっきりとした感じ。このままで普通に出していただいてもいいんですけれども、これをこのニットの内側に入れ込んじゃう。下からね、少し引っ張って出る分量を調節していただいて、こんな感じで私はジャケットインに着たりとかするようにしています。少し覗かせることで、まあ、首元も暖かいですし、アクセントになりますよね。あとこのカーディガンみたいなものでしたら、クルーネックのカーディガンだったらこういう風にちょっと開けていただいて、ここのスカーフをたくさん出していただくのも素敵だと思います。あとですね、この上にちょっとパーティーですとかちょっと華やかにしたい時なんかは、こんな風に上からパールをつけていただくのもいいと思います。外側に出してパールをつけることで、あとイヤリングの方とかもパールにしていただいて、上品な感じの着こなしになります。次はですね、こういう風に2つに三角に折っていただきます。それでこの折り山の方ですね、こちらをプリーツに畳んでいきます。プリーツに畳んでいくんですけれども、ちょっと難しいかもしれませんので、この床とかテーブルに置いて畳んでいただいてもいいと思います。こういう風に最後まで畳みましたら、こういう形でプリーツが出来上がった状態になるんですけれども、これを輪ゴムで留めちゃいます。でこのプリーツのこの部分を どの位置で留めるかによってお花の大きさが変わってくるので、お花を大きくしたくない方はここを短めにして、お花を大きくしたい方はここを長めに取っていただければ、お花の大きさが変えられます。こんな感じで、こういうふうにもう崩れててラフな感じでも全然大丈夫です。そしてですね、こういうふうに留めた場合、山が多い側ですね、山が多い側を上にして首に巻きます。こういうふうになります。そして先ほどゴムで留めたここの部分、このゴムのところをちょっとこういうふうに持っていただいて、こちら側ですね、これをこういうふうに通していきます。ここの、 首に沿う部分が太くなりすぎるようでしたら、内側に折り込んでいただいたりですとか、自分の首の周りに苦しくならない程度に沿わせていただければいいかなと思います。そしてここのお花になる部分ですね、ここを広げていきます。こういうふうに上とか縦とかにこのプリーツを広げていただいて、丸い感じの形になるように広げていただけると可愛いんじゃないかなと思います。ここが丸い感じのね、形になるように、でラフな感じで全然大丈夫なので、こういうふうに広げていただいて、お花みたいになったら少しこっちの横の方ですね、こちらの方にずらしていただくと、お花の巻き方の出来上がりです。
それでは次のアレンジは三角の状態から始めます。この三角のここの部分ですね、ここをだいたい3センチぐらい残したあたりでいいと思うんですが、ここから折り山の方に向かって畳んでいきます。綺麗に畳まなくてもラフな感じで大丈夫です。こういうふうに畳みましたら、こうドレープがある方と、それから細長い方っていうふうになります。これをですね、こういうふうに首にかけます。で、こっち側がドレープがある方で、こっち側が細長い方になるんですが、この細長い方を上からこういうふうに下に通して、このドレープのある方にかけます。そしてこれを持ったまんまですね、こっちのドレープになってる方をぐるっと後ろから回して、これですね。そしてここで結びます。結ぶ前にこのドレープになってるこの端の方ですね、ここをちょっと整えていただくと綺麗に仕上がると思います。このままでもいいですし、もう一回余裕のある方は肩結びにしていただくといいんじゃないかなと思います。こうですね。そしてこのドレープの部分を少し前に持ってきていただいて、この端の部分から自然な感じでこういうふうにドレープが入っているような巻き方になります。こちらの足の部分ですね、これは出していただいてもいいですし、すっきりとまとまった感じにされたい方は、このクルーネックのこの内側にこういうふうに入れていただいて、こういうふうに足がない状態でお召しいただいてもいいんじゃないかなと思います。次のアレンジはタートルの方が入ると思って、ユニクロのリブタートルに着替えてみました。スカーフを半分に折っていただいて三角にしてください。こういう感じですね。そしてこの細い方をこういうふうに首に巻きます。この細い方をですね、この太い方に巻きつけるような感じで、上からとこういうふうに下からですね、こういうふうに通します。そしてこの上からこの輪になってるところに通していただくような感じです。こんな感じでこの太い方に細い方を巻きつけたような感じでキュッと結ぶと、こういう形になります。そしてこの太い方ですね、このドレープがとっても美しいので、これを引き立たせるような感じでちょっと横にしていただいた方が華やかだと思います。これはこっち側でも向こう側でもどっち側でもいいと思うんですが、こんな感じでこれをこのままでもいいですし、邪魔になるようだったら内側に入れていただいたりして、こういう風にアレンジになります。これはとってもスカーフを大きく使う感じなので、90センチだったらもっとボリュームが出て丈も出て華やかな感じになりますし、ちっちゃいスカーフだったらもう少し短い感じでここにボリューム感が出て綺麗になると思います。こちらのスカーフアレンジは本当に華やかで、スカーフの柄とか色を生かす感じなので、できましたらお洋服の方は上下同じような色でワンカラーコーデをしていただくか、ワンピースに合わせていただくとより華やかさが引き立つと思います。パーティーシーンとかね、ちょっとした時にパッと綺麗な色のスカーフを目立たせたい、そういう時のアレンジとしてはとってもいいし、しかも簡単にできると思います。あとこれを横じゃなくて真ん中にこういう風に持ってきてボリューム感を出すっていうのもありだと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はプチプラニットを格上げしてくれる秋のスカーフアレンジ5パターンもご紹介させていただきました。皆さんのお手持ちのスカーフの大きさによって出来上がりの感じがちょっと違ったりすることもありますが、それもそれで全然 OK です。短くてね、ちょっとやりづらいっていうのはあるかもしれませんけれども、この80センチのものではなくて一般的な90センチのオーバーのスカーフでやっていただいても全然大丈夫だと思います。
あと同じスカーフでも素材感によってね出来上がりが違いますが、かっちりときちんと結ばなきゃいけないんじゃなくって、アレンジを楽しんでラフな感じでやっていただければ、どんどん上手になっていくと思います。ぜひこの秋のファッションを楽しんでいただければ幸いです。本日も最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしたいと思います。どうもありがとうございました。